こんにちは。自営業専門税理士川南です。本日の動画は噂になっている独身税について解説します。こちらの独身税、自分は結婚してるから子供いるから関係ないと思ってる方多いんじゃないでしょうか。それって勘違いで、全員に関係があることなんです。私はオンラインサロンの運営と各 SNS をしております。またビジネス書2冊出版しております。すべてオンラインサロンも詳細含めて概要欄から飛べるようになっておりますので、ぜひ一度覗いてみてください。それでは早速本日の内容、一緒に勉強していきましょう。本日の動画の内容は、独身税、国民全員増税、2026年4月から開始、こちらについて解説していきます。本日の内容です。独身税が始まる、こちら最近話題のワードで、皆さんも一度は耳にしたことあるんではないでしょうか。しかし実はこのネーミングとは違って、全員が負担、社会保険料の増収なんです。それではこの社会保険料の増収、一体どういった内容なのか、子ども子育て支援金とは何なのか、そして私たち自分は一体いくら負担するのか、そして子育て世代の恩恵内容について、最後今後の懸念点解説しますので、動画ぜひ最後までご覧になってください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。では早速この独身税が始まるという内容について見ていきましょう。この独身税、実は子ども子育て支援金という制度がスタートすることを独身税というふうに世間では言われて、今ニュースやいろんな動画で情報が出ている状況です。この子ども子育て支援金というのは、少子対策の一つとして、日本全体で子育て世代を助けていこう、援助していこう、このまま少子化が進むと日本がやばいことになるからということで、できた子ども子育て支援金という制度になります。こちら少子化対策するためによく言われていることは、財源がないというようなことをよくね、日本の政治の方がおっしゃっていますが、この少子化対策をするために、財源を確保するために、この子ども子育て支援金がスタートするということです。その中身なんですが、社会保険料の増額になります。ですので実質税金ではないので、増税という言い方にはならないというところがまた一つミソです。これ後々またね、この後のスライドで解説します。そしてこちら社会保険料の増額なんですけども、このことをですね、独身税ということで今ねネットで回っております。実は独身税はネット上の俗称となっております。正式名称ではありません。そしてこちら独身税というふうなのを聞いてですね、自分は関係ないと勘違いされている方が非常に多いので、今回動画作りました。独身の人だけが負担するのではありません。じゃあどういった方が負担をするのか。この子ども子育て支援金は公的医療保険に加入している方が対象になります。ですのでほぼ全員が対象になるということです。ではこの公的医療保険に加入している方がどういった方なのか、順番に紹介します。まず国民健康保険に加入されている方、こちらはフリーランスや個人事業主の方が加入している健康保険になります。そして協会健保に加入している方、これは中小企業が協会健保加入している方が多いので、そういった方加入している方が該当してきます。そしてもう一つ、健康保険組合、こちらに加入されている方も該当してきます。こちらは大企業が独自のね保険組合を持っているってことが多いんですけど、そういった方々を健康保険組合というふうに言います。ですのでこういった3つの公的医療の保険に加入されている方は、この子ども子育て支援金を負担していく、社会保険料が増額されるため、ほぼ全員が対象になってくると思ってください。独身の人だけが負担するのではなくて、ほとんどの方が負担をするということです。ではどうして独身税というネーミングがついたか。これって子育て世代には恩恵があるからです。要は負担は全員でするんだけども、子育て世代は恩恵があるから、独身は損をする、払うだけになってしまって恩恵は何もないよねということで、独身税という名称がついたようです。でもこちら独身だけではなくてですね、結婚していても子供がいない方は同じことになりますし、また結婚していて子供がいてもですね、子供がもう成長して、要は子育てではなくなり独立してしまうと、こちら恩恵は得れないです。ですのでどちらかというと独身税というよりは、子供がいない税というふうに捉えた方がいいのかもしれません。
そしてこちらの子ども子育て支援金はそもそも異次元の少子化対策ということで出来上がった政策の一つになっています。ではこのほぼ全員が負担することになる子ども子育て支援金、一体いくら負担するのか、社会保険料がいくら上がるのか、表が公表されていますので、そちらの表で一緒に見ていきましょう。では一体いくら負担するのか、こちらの子ども子育て支援金、2026年の4月から徴収が開始されます。いくらの負担になるのか、子ども家庭庁から公表されている表がありますので、こちらで紹介します。こちらの表、一つ一点注意点があって、この大きく書かれている数字は一人当たりの平均月額になります。平均ですのでお気をつけください。ですので年収が高くなれば社会保険料も上がりますので、この支援金も高くなると思ってください。こちらの表は平均額となっております。では表の方解説していきます。まず一番上の段、全制度の平均金額、令和8年は250円ぐらい、令和9年は350円、令和10年は450円というように、徐々に1年ごと上がっていくというふうに決まっております。そしてさらにですね、どの健康保険に加入しているかによって負担金額は変わってきます。上から協会健保、健保組合、共済組合、そして国民健康保険、後期高齢者医療制度というふうに金額がそれぞれ変わります。そしてこの表の見方なんですけど、一点ね、重大な注意点があります。例えば協会健保、令和8年度分250円の記載があると思うんですけど、こちらではなくてですね、小さく書かれているこの下の段の非保険者1人当たり400円っていう方を見ないといけないんです。この表紛らわしいなと思うんですけども、こういった公表の仕方によってそんなに負担金はなさそうに見せている、まあ平均で記入してるっていうところがね、ちょっとミソだな、うまいなっていうふうに思います。では実際の小さく書いたね、下の段で見ておきましょう。この表だけだとちょっと分かりにくいので、こちらの表ちょっと頭に記憶しておいて、次のスライド行きましょう。はい、では実際の負担金額紹介していきます。先ほどの表をもう一度表示しているイメージになります。まず一つ目、協会健保に加入されている方、これ中小企業などでですね、社会保険かけている方が該当していきます。令和8年は400円、令和9年は550円、令和10年は700円の負担になります。そして2番目、健康保険組合に加入されている方、大企業などにお勤めしていて独自の健康組合を持っているという方になります。 R8 年は500円、R9 年は700円、 R10 年、令和10年には850円というような段階的に上がっていくということになります。では次に、国民健康保険に加入されている方の負担金額がいくらなのか、こちらは自営業やフリーランスの方がですね、市区町村に行った窓口に加入する健康保険になります。令和8年は350円、令和9年は450円、令和10年には600円というふうに段階的に上がっていきます。では最後4つ目、後期高齢者医療制度に入っている方、こちらの方はですね、令和8年には200円、令和9年は250円、令和10年は350円というふうに上がっていきます。このように加入しているものによって少し金額変わってきますので、皆さんご自分が社会保険どこで加入しているのか、国民健康保険なのか、しっかりと確認するようにしてください。そしてこちらの負担金額なんですけど、実はもう1点大きな落とし穴があります。それが何かというと、こちらに記載しているものは本人負担のみの金額になります。もともと社会保険料って会社と折半してるんですね。自分が給料から天引きしているもんで半分、そして会社側が負担してくれている金額が半分あるんです。スライドで紹介した金額というのをさらに会社と折半するのではなくて、これは個人の本人負担のみの金額になります。ですので会社側はさらに同じ金額を負担しなければいけないということになります。ですので会社の負担も大きくなるということですね。今人を雇うのに人手不足の時代で、しかもですね、最低賃金が上がっている時です。さらに会社側、人を雇うための負担が上がるということになります。ではこちら、例えばですけど、2番の健康保険組合に加入されている方が、令和10年になってこの子ども子育て支援金が令和10年850円になるという予定です。こちらで計算してみましょう。月850円、こちら本人負担になります。そして残り半分を会社が折半しますので、850円を会社側が負担してくれます。合計すると1700円、月額1700円負担することになります。そしてこれが12ヶ月分になりますので、1700円かける12ヶ月で年間にすると2400円負担が増えるということになるわけです。そしてここがもう一点重要な点なんですけど、給料から社会保険料って差し引かれるため、毎月の給料
料の手取りがですね、500円減ったな、350円減ったなという風だと分かりにくいんですよね。で、中には毎月の給料明細をもう見ないという方もいらっしゃいます。そういう風にしていますと気づかない、そもそも見ないということで、知らないうちにこの負担金額が引かれてるってことです。月額にするとですね、そこまで大きな負担じゃないかなと思いがちなんですけども、年間にするとまあまあな金額になってきます。で、まあ、こちらの子ども子育て支援金、どういったところに使うのか、この財源を集めることによって子育て世代にどんな恩恵があるのか、次のスライドで見ていきましょう。まず財源の使い道です。これも最近スタートしたんですけど、児童手当というものが変わりました。2024年の10月からスタートしています。今年のね、10月からスタートしたの、一体どういった内容かと言いますと、少し前まで児童手当というの所得制限があったと思います。この所得制限が撤廃されました。所得制限がなしになって、お子さんがいる世帯には児童手当が配布されるということに制度が変更になりました。これ申請書が届いているはずです。まだ申請書を出していないって方、出し忘れてるって方、早急に手元に届いているか確認してですね、封筒を開けて提出を市区町村に戻すようにしてください。で、こちらはもちろんね、少子化対策の一環としてスタートしたものになります。ではこの児童手当、今どういったものになっているのか確認しましょう。こちらになります。3歳未満までは月1万5000円児童手当が出ますよと。そして第3子以降は3万円という金額になっています。そして3歳から高校生まで月額1人1万円児童手当が出ています。第3子以降は3万円という風に変わって、今はこの児童手当で動いていっております。こちらも子ども家庭庁から公表されている表になります。もちろんこういった少子化対策のために財源を使ってもらうというのは皆さんね、納得していますし、これから少子高齢化は避けれないということで、日本全体で負担していこう、支援していこうということに関しては皆さん異論はないと思うんですけど、その使い道ややり方がちょっと問題なんじゃないかというところがきっと引っかかってくる点だと思います。ではこちらの子ども子育て支援金、今後はどういった風に財源を使っていくのか公表されていますので、ちょっと一緒に見てみましょう。こちら財源の使い道ということで、子ども家庭庁に公表されている資料になります。先ほど紹介したのはですね、令和6年からもうね、10月から始まっている所得制限を撤廃して児童手当を拡充するというものになります。それ以外にもですね、妊婦のための支援給付や子ども誰でも通園制度などなど、さまざまなもので子育て世代をバックアップしよう、支援していこうということで、少子化を食い止めようということをいろいろと考えて、こういった制度を新しく作ったということになっております。詳しい内容についてはさらにね、子ども家庭庁にも資料がありますので、こういったところをご確認ください。そしてこの児童手当の拡充についてなんですけど、私以前異次元の少子化対策で何が起こるのかということ、2023年6月に動画撮っておりますので、さらにね、もうちょっと知りたいなって方はぜひこちらの動画参考にしてください。ここで1点ね、大きな注意点があるんですけど、高校生まで児童手当を拡大したということで、高校生の扶養控除を減額しようということが決まっております。これどうして児童手当を増やしたら扶養控除を減らすのかっていう、子育て支援なのになんで両方しないのかなということが非常に疑問に個人的に思う点です。はい、というわけで今回のこの独身税というもの、独身の方だけではなくてですね、ほぼ全国民に関係してくることだよということが理解したところで、今後の懸念される点、これ政治あるあるなんですけど、そのあたりについて次のスライドで解説します。はい、今後の懸念点です。こちら予定よりも増額する可能性があるということです。一応今のところ令和8年、9年、10年というふうに金額決まっていますが、これ令和9年や10年になった頃にですね、予定よりも増額する可能性は大いにあります。そして令和10年以降上がる、まあね、さらに増額していくという可能性はもう皆さんね、薄々感づいているんではないでしょうか。そして2つ目の今後の懸念点、先ほど紹介した高校生に児童手当を拡充したから扶養控除を減額するということが決まっています。こちら減額の予定なんですけど、高校生の扶養控除38万円をですね、25万円まで下げるというようなことが一応決まっています。またこういった控除もいつからスタートするのか、詳しいこと決まりましたら動画にしますので、チャンネル登録してお待ちください。
そして世の中ね、皆さんがご存知でもう理解している少子高齢化の傾向があります。そしてこの少子化を何とかして食い止めないといけないということで、皆さんでね、この子育て世代を支援するというのは悪いことではなくてですね、今回のこの子ども子育て支援金、悪いものではないんです。ただしこれ政治あるあるなんですけど、この確保した財源をですね、目的以外の用途に使われないかという不安がやはり日本の国民にとって心の隅っこにあるんじゃないでしょうか。このあたりもちょっと今後の懸念点ということで挙げさせていただきました。またですね、徐々に社会保険料の負担というのが上がってきています。それにさらにプラスしてですね、こういった支援金を負担しなければいけない。そしてさらにまた何かしらの負担がね、いつの間にかしれっと入り込んでいたというようなこともある可能性が高いです。そしてこの社会保険料の一番のトラップなんですけど、給料から天引きされるってことになりますと、なかなか皆さん気がつきにくいんですよ。そして負担感をあまり感じないため、ついついそのままになってしまいます。こういった情報って皆さん独身税決まりますよっていう情報を耳に入れましたか？もうすでに決まっでから2026年の4月から始まりますよって言ったらニュースになってますよね。というわけで、こういったことを事前に知ろうと思ったら調べないとわからないんです。なので私たち国民はこういったお金に対する知識、税金に対する知識をですね、つけておかないと反対をすることができないということになります。ですので国民全員がマネリタリシーを上げる必要があるってことなんですね。なのでこういった社会保険料の負担が大きくなると、給料から自動天引きされていて、なかなか気がつきにくい、負担感を感じにくいというところで、こういったところをうまくねついて財源を確保したりしがちだということを、きちんと皆さんは頭の隅に入れておくことが大事なんじゃないかということで、本日の動画作成させていただきました。そしてこの独身税という名前からですね、自分は結婚してるから関係ない、子供がいるから関係ないというふうに思いがちなこの勘違いをですね、なるべく解消したいという思いで、こちらの動画作成させていただきました。はい、私はオンラインサロンを運営しています。オンライン上で税理士を味方につけるということで、 Facebook の非公開グループで運営をしています。特典が4つあります。まず1つ目、専門家に質問と相談がいつでもできるという点です。文章で皆さんから質問いただいて、私が直接文章でお答えします。チャットのようなイメージを持ってもらうと分かりやすいかもしれません。2つ目の特典、起業家コミュニティがあります。メンバー全員経営者ですので、情報共有ができるということで好評です。3つ目の特典、記事の購読権利がついています。平日私が毎日投稿する経理や税金、また SNS の裏側などオンラインサロンのみにしか投げてない情報、こちらの購読権利の特典がついています。そして4つ目の特典は、定期的に Zoom 会議を開催しております。こちら私と直接 Zoom 上で質問相談することができますし、またメンバー経営者同士情報交換ができるということで、非常に毎回好評です。オンラインサロンの詳細概要欄から飛べるようになっておりますので、ぜひ参加お待ちしております。その他 SNS もやっています。チャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録してください。個人事業やフリーランスに役立つ動画投稿していきますので、また高評価ボタンや感想をいただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、というわけでここまで動画見てくださってる方ありがとうございます。今日は独身税、ほぼ国民全員の社会保険料の増収だよという話、しっかりと理解していただければ幸いです。今後もですね、こういった自営業フリーランス、また皆さんがねマネーリテラシーが上がるような動画上げていきますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。というわけで本日の動画以上になります。またの動画でお会いしましょう。自営業専門税理士川南でした。それではまた。